わかる？ラムちゃん、もしかしてお姉ちゃんの夢かも。じゃあここでお姉ちゃんがどんな夢を見てるのかわかるのね。どんな夢かな、ワクワク。それは私も気になるな。もう新社さんまで。せっかく来たんだ、少しくらいいいだろ。ちょっとだけですよ。しかし肝心のブランちゃんはどこにいるんだ。呼んだかしら。お、噂をすればなんとやらじゃないか。私に何か用。何その姿。お姉ちゃんのお胸大きい。小さい物好きの住人が大半を占めるルウィのシェアが爆下げしそうなくらいスタイルがすごく良くなってる。これはさすがの私も驚いたな。恐るべし夢の力。何をそんなに驚いているの。それとも何か変なものでもついてる。お姉ちゃんのお胸が揺れてる。まったく、ラムったら何を言っているのかしら。胸なんていつも揺れてるじゃない。だってこんなに大きいんだから。お姉ちゃん、その格好寒くないの。ベールさんよりお胸が見えてるよ。寒いどころか暑いくらいよ。そうね、もう少し露出の多い服に変えようかしら。その方が私の魅力ももっと伝わると思わない。これ以上は子供の教育上あまりよろしくないと思うがね。それは私に対するひがみかしら。シュッと細くてくびれた腰に突き出た丸いお尻、そしてベールも泣いて逃げ出すこの胸、まさに女性の理想形だと思わない。よく天は二物を与えずというけれど、三物も四物も授かった私ってなんて罪な。女だと思わない。やっぱりブランさんの悩みって胸とか体型のことだったんだ。でも夢の中のブランちゃんとはいえイラッとするね。お姉さん思わず殴っちゃいそうだ。確かに今までのブランさんでは考えられないくらい調子に乗った感じですね。こんなお姉ちゃん大嫌い。どうしたの急に。お姉ちゃん、お胸が大きくなって性格悪くなった。私胸が小さくても優しいお姉ちゃんが好き。私もちっちゃいお姉ちゃんが好き。きっとあの大きな胸が原因よ。この針で割っちゃおう、ラムちゃん。風船みたいに割る。ちょっと待って、ロム、ラム、そんなもの危ないわ。早くしまいなさい。悪いお胸はツンツンしてやっつける。ダメだよ二人とも、そんな危ないもの早く捨てて。やだったらやだ。もう話しなさいよバカ。ブランさん、今のうちに逃げてください。オンに切るわ、ネプギア。危なかった。もうダメだよ、そんな危ないものを人に向けちゃ。だって絶対あの胸が原因でお姉ちゃんの性格が悪くなったんだもん。でもコンプレックスが解消されるだけで人の性格っていうのが変わるものなんだな。あら大変じゃない。もしかしたら捕まってる間にお姉ちゃんの胸が大きくなっちゃったらどうしよう。大きくなる前に助けなきゃ。こうしちゃいられないわ。急いで助けに行こう、ラムちゃん。ものすごい勘違いをしたまま言ってしまったね。後でちゃんと誤解を解いてあげないといけませんね。じゃないとブランさんが針で刺されそう。